はい、どうも皆さん、こんにちは。これから不動産鑑定士試験2024年分野別過去問解析プラスアルファ度練会計学の今日は第6回目ですね。最終回になります。講義の方をスタートしていきたいと思います。担当はアレクセニー講師の高坂です。ではですね、今日は第6回目、最終回ですね。で、まず問題の1番の方なんですが、で、これは実際に復習する必要ありません。ちょっとこれからお話をしていきたいと思うんですが、問題の1番ですね。通常だとですね、このプラスアルファ等連に関しては問題1、問題2、2つあるんですが、大体統一したテーマなんですね。ただ今回はちょっと皆さんに、来年、2024年受験を予定されているかと思いますので、今年という言い方しますが、今年どんな問題が出たのかということで、ちょっとサンプルみたいな形になりますけどね、お話をしたいと思いますので、皆さん、これ問題の1番ですね。これは今年の問題ですから、復習する必要はありませんのでね。ただ、ちょっと移していきますが、解説レジュメになりますかね。まず問題の1番の方ですね。で、これがですね、問題の、今年ですね、2023年、今年の問題1番の方ですね。で、ちなみに問題2番。で、問題2番の方が資産除去債務っていうテーマですね。ではですね、こちらの方ですね、問題の1番の方で、これが今年の問題1番ですね。問題の1番。で、問題2番の方が資産除去債務っていう内容になります。で、資産除去債務はもうやる必要ないとは思います。まさか2年続けて資産除去債務ということはないと思いますね。で、これもやる必要ないんですが、実はこの問題ですね、問題の1番なんですが、これが令和5年度、今年の問題1番だったんですが、実はこれですね、おととしになりますかね、2年前。2年前にもほとんど同じ問題出てるんですよ。何が同じかっていうと、まず2年前もですね、この棚卸の、会計基準ね、2年前もこれが出ました。棚卸の評価ですね。で、穴埋めね、穴埋めのところはちょっと違います。穴埋めのところはちょっと違うんですが、この12345、5つの証文、5つの証文に分かれる。これも全部同じで。で、この先入れ先出し法とかですね、後入れ先出しなんかもあるんですが、こういうテーマが2年前に出てるんですね。ということで、本当にちょっと申し訳なかったんですが、ちょっとこれは私今年予想できなかったんですよ。まさか2年前と同じようなテーマが出ると思わなかったんで、これはちょっと外してしまったんですね。で、ちなみに、括弧の5番にいた、このトレーディング目的、この括弧5に至ってはほとんど同じ問題です。で、まさかですね、括弧の5番、このトレーディング目的にも、関する棚卸ですね、この期末評価だとか、これがまさか偶然一緒になるということは考えられないので、多分同じ先生なんだろうと思います。同じ先生が、担当して、おととしですね、おととしと同じ問題を作っちゃったんだろうなって感じがするんですね。ということで、おととし、2年前ですね、2年前もこの棚卸の評価に、棚卸の評価ですね、については出ました。で、それから、トレーディング目的なんかも出てるんですね。で、ちなみにね、括弧の3番なんですが、括弧の3番で本会計基準で選択できるから削除されたもので、後入れ先出し法なんですね。で、これ実はもう後入れ先出し法って、もう、私の記憶だともう10年以上前になくなってるんですよ。だいぶ昔です。後入れ先出し法なんていうやり方はもうだいぶ前になくなってるんですね。で、そのだいぶ前になくなった後入れ先出し法について説明しなさいと言ってるわけです。だから10年以上前ですね。私の記憶だともう10年以上前になくなってるんですが、10年以上も前になくなっている後入れ先出し法の内容を説明しなさいと言ってるわけです。で、またその削除理由ですね。で、これ、あんまりこういうこと言うと批判ばっかりになっちゃうんで、怒られちゃうかもしれませんが、正直ですね、もう10年以上前に亡くなった内容を説明し、この後入れ先で、後入れ先出し法って10年以上前に亡くなってますから、それを今説明させて、その削除理由、なんで亡くなっちゃったんですか、ということだったんですが、これはさすがにですね、ちょっとあんまりこういうことばっかり言うと怒られちゃうかもしれませんが、あんまり、いい内容ではないなという感じですね。別に間違ってるわけではないんですけどね。
ただ一つ皆さんに理解をしてもらいたいのは、こういう昔の内容も出ないわけじゃないんですよ。ですから、ちょっと皆さんたまにですね、私の方に教えて中田という制度があるんですが、どうしてこんな昔の内容をやらなきゃいけないんですかとかっていう、受講生の方もいらっしゃるんですね。ただ今回の問題見て分かる通り、昔の問題が聞かれちゃうことってあるんですよ。まあ、あまりいい問題だとは思わないですけども、でも仕方がないもん、出ちゃったものは出ちゃったものですから。ですから昔はこういうやり方をやってたんですよっていうことを知っといた方がいいというのは確かにその通りなんですよ。ですから皆さんが将来、あまり会計のことをしゃべる機会はないかもしれませんが、以前はこういう処理をしていた、でもそれが現在なくなってるんですよという、そういう歴史ですね。やっぱり何でもそうなんですが、歴史を勉強するということは大事なので、今まではこうだったんだけれども、こういうふうに変わってきたんですよみたいな、その歴史的な流れを知ってると、これから将来会計のことを話すときに深みが出てきたりするんですね。正直皆さんそこまで必要とされないかもしれませんが、会計なんかを説明するときは、昔は後入れ先出し法というやり方があって、後から入ってきたものを順次ですね、先に払い出していくと仮定して、こう払い出し単価の計算をするんですけどね、そういうやり方が昔はあったんですよということ、現在なくなった、現在はもうなくなってるんですが、そういうことを知識として知っておくと、皆さんが将来、会計ですね、会計のことをいろいろと語る機会が、あるかもしれません。そんな時にも、少しこう、深みがある会話ができるのかなとは思うんですが、ただ、それにしてもちょっとさすがにこの問題はどうかなという感じがします。しかも避けてね、カッコ5番ですね、カッコ5番に至ってはトレーディング目的の棚卸さんで、これ2年前ですね、2021年になりますかね、2年前にも同じ問題出てますんでね、カッコ5は全く同じです。若干表現は違いますけど、聞かれてる方も全く同じようなこと聞いてますんでね。なんでこんな問題作っちゃったのかなという感じもするんですが、一応これが今年という言い方しますが、2023年ですかね、今年の問題だということで、問題の1番目の方が今年はこういう問題でした。ただ予定です、予定なんですけれども、来年、2024年皆さんが受験される年も同じ試験員として継続するはずですから、おそらくこの出題形式はそのまま踏襲してくると思います。でこれ実は問題2番の方も形式としては同じような形式なんです。つまり問題1も問題2も最初ですね、最初のところに何か会計基準だとか、企業会計原則でもいいんですが、企業会計原則あるいは、いろんな各種の会計基準がありますので、それを題材にして最初のところに空欄補充を作るんですね。でその空欄補充の問題を作っておいて、そこから具体的に括弧2括弧3括弧4括弧5とか、いくつか小問にさらにこう分かれていくという、このスタイルは多分来年も変わらないと思います。ですから、皆さんが今回この問題の1番ですね、一応簡単に内容は書いておいたんですけども、皆さん復習する必要はありませんからね。ただ一応参考です、参考として皆さんが来年受けるときはこういうような出題形式ですね、出題形式はこういうふうな形式になるんじゃないんですかというね。ただこれは私は初めて見ました。括弧の2番ですかね、括弧の2番で、1番から5番まであるんですが、この中で、その現在の会計基準、あるいは企業会計原則の中で、棚卸さんの払い出し単価の計算として認められていないもの、示されていないものはどれですか。要するに先入れ先出し、最終仕入れ原価を、平均原価を、売価還元を、個別を、この中でこの本会計基準、会計基準でね、棚卸さんの会計基準だとか企業会計原則の中に、この中で1個示されてないものがあるんですよ、これを選びなさい。答えは最終仕入れ原価法なんですが、ただこの5つの中でこれを選ぶっていうことは非常に多分難しい。でこれって、最終仕入れ原価法なんですけどね、答えとしては2番ですね、で番号は2番ですということなんですけれども、この最終仕入れ原価法がないっていうことは、簿記を普段から結構やってる人は多分理解できると思います。簿記なんかでは結構これ使う計算なんで、ただ簿記をやってない人は多分これの中で最終仕入れ原価法がない、会計基準の中にはこれないんですけどね、てか普段これ使わないですよ、最終仕入れ原価法なんていうのは。ですから先入れ先出しとか平均原価法、あるいは売価還元法ですね、個別を、こういうものが結構実際の簿記ですね、簿記なんかでも結構使うことがあるんですね。ただ最終仕入れ原価法なんていうのはないですが、使わないかなということで、簿記をやってる人は
多分分かったんじゃないのかなと思います。この中で普段使ってないのか、最終仕入れ原価法なんだけどなというようなところから、まあ、判断できたんじゃないのかなと思うんですが、ただ、なかなか多分皆さん普段はですね、やっぱり簿記に触れる機会ないと思いますし、で、また簿記に触れてたとしても、ちょっとぐらい触れてても多分これ分からないですから、まあ、ちょっとこういう問題を作られちゃうとなかなか対応するのは難しいなという感じがするんですけどね。まあ、今年はこういう問題でした。ということで、まあ、来年ですね、まあ、どういうテーマが出てくるかわからないんですが、まあ、形式面としては同じような形式になるかと思います。で、一応ちょっと解説の方ですね、覚える必要ないですよ。ですから太字にはしておかなかったんですが、まあ、払い出し単価の、計算方法ということで、まあ、一応いくつかありますのでね、書いておきました。個別法とか先出し下げ、これはやまなくていいですよ。平均原価法とかね、売価還元原価法とか、まあ、売価還元法でもいいのかもしれません。まあ、私は原価法という言葉をつけちゃうんですが、まあ、問題見る限り売価還元法という言葉になってるかなと思いますけどね。で、あとちょっと次のページですね。で、あとは、先ほどちょっと触れました、後入れ下げ出し法が廃止された理由というものは読まなくていいですよ。読まなくていいですけどね。後入れ下げ出し法が廃止、ただこれはさっき言ったように10年以上前だったと思いますよ。ですからだいぶ昔ですね、だいぶ昔に、廃止された。で、その廃止の理由ですね、その廃止された当時は結構これやっぱり論点として大事な論点だって言われたんですね。つまり長年にわたって後入れ下げ出し法ってやってきたんですね。で、それがなくなっちゃったんですよ。だからそれ当時は結構これ話題にもなってたところで、まあ、当時としては大事かなと思うんですが、ただこれ今この理由聞くのはちょっとどうかなという感じもするんですけどね。まあ、一応廃止された理由ということでこんなものがあります。ただ他の表現でもいいです。別に表現としては、例えば一般的に後入れ先出し法の短所ですね、短所を書いてもらっても結構です。例えば後入れ先出し法の短所ですね、短所というのは物の流れと原価の流れ、費用の流れが一致しないんですよ。だからそれは非常にまずいと言われてます。この後入れ先出し法というのは物の流れですね、物の流れと原価あるいは費用の流れが一致してこないんですよね。後から入ってきたものを先に払い出すという過程で計算しないといけない。これは物の流れと原価の流れ、費用の流れが通常と逆になるんじゃないかっていうことが後入れ先出し法の短所ですね。短所としてずっと以前から指摘されてたんですね。しかもそれは非常に大きな短所になりますんでね。ですからまあそういったことを、廃止された理由の中に含めてもらって構わないですけど、まあ、短所があるんだということで。まあ、短所って後入れ先出し法が廃止された理由はいろいろあります。いろいろあるんですけどね、まあ、一応ここに書いておきたんですが、まあ、他にもありますからね。で、あとはトレーディング目的の棚卸さんということで、これはですね、非常に珍しいんですが、トレーディング目的ということなんで、まあ、いわゆる投資目的ですね。金の塊なんかです。トレーディング目的で保有する棚卸さんということで、金の塊あるいは銀の塊みたいな、で、これは時価なんですよ。金の塊、銀の塊ということで、市場価格って、まあ、時価みたいなね、まあ、時価に基づくという、まあ、市場価格、まあ、時価に基づく価格ということね。はい、ということで、この辺はいいです。やらなくて結構ですけど、ただ今年はこういう問題が出たということで、まあ、一応参考ですね、参考として、押さえておいていただきたいと思います。で、問題じゃやらなくていいですけど、ただ参考としてその出題形式ですね、それだけは少し知識としてこうインプットしておいた方がいいのかなと思います。まあ、本番の試験ですね、本番の試験で、まあ、大体こんな形で出るんだなということで、まあ、受験経験ある方が多い方だと思いますけどね、まあ、一応今年はこういう問題が出たということで、ただ形式は多分来年も変わりませんのでね、来年も多分このままの形式で、まあ、行くんじゃないのかなと思いますんでね、一応覚えておいてください。はい、ではですね、今日はですね、第6回目最終回ということなんで、まあ、棚卸さんですね、もう怖い、読まなくていいですから、読まなく中身の解説の方は2年続けて出ることはないんで、読む必要はありません。で、今日皆さんに説明したいのは第6回目ということで、まあ、今日プラスアルファ討論、今日最終回になりますので、ね、問題2番の方ですね、棚卸さんとは全然関係ないテーマになるんですが、どれが危ないかなということで、やっぱ考えていたんですが、
やっぱり自己株式危ないなという感じがします。自己株式ですね。で、なんで自己株式でそんなに危ない危ないって強調するんですかって思ってるかもしれませんが、まあ、いくつか理由があるんですが、自己株式は、まあ、これから説明しますが、会計基準があるんですよ。会計基準がある。で、やっぱりここ数年の問題を見ると、最初の方の問題の方に会計基準を題材にして穴埋め問題が出てきちゃうんですね。だからやっぱり会計基準が必要です。勉強ですね。会計基準が設定されているということが必要です。それからまず会計基準が設定されていてということは、穴埋め問題作りやすいんですよ。穴埋め問題が作りやすい。だから自己株式っていうのはここ最近は出てないですね。出てない。でそろそろ怪しいなという感じです。でそれからもう一つはやっぱ基本論点なんですよ。自己株式ね、基本論点になりますね。だからそういったことを考えると、私は結構怪しいなという感じがしています。まあ、来年ということで自己株式ですね。で、まあ、中身の話なんですが、ちょっと解説レシピですね。ということで、こちらの問題、皆さん当連でね、この後1時間で、ね、当連書いていただきますが、問題2番ですね、自己株式の方、こちらの方皆さん書いてくださいね。でちょっと解説レジュメの方なんですが、で今日は自己株式の方をちょっと中心にお話をしていきたいと思います。自己株式ですね。で自己株式とはということで、自己株式はまず定義なんですが、一応ですね、これは正確に覚えておいていただきたいなと思って太字にしておいたんですが、自己株式ということで、会社が以前に発行した株式を再取得し、これを保有している場合の当該株式を言うと、まあ、これが自己株式の定義ですか。でたまに皆さん書いてあるんです、自己株式というのは自分の会社の株であると、まあ、それはその通りなんですが、自分の会社の株であるっていう、まあ、ただそれだとその言葉なぞってるだけになっちゃいますから、やっぱ定義としては不十分になっちゃいますね。ということなんで、自己株式の、まあ、定義ですね、なるべく正しく正確に覚えておいてください。会社が以前に発行した株式を再び取得する、再取得してこれを保有している場合の当該株式のことを自己株式というということですね。で、まあ、ちょっとイメージなんですが、まずは会社でね、会社というのはまず株式を発行して資金を調達します。でこれがまあ通常の、まあ、新株を発行するということね。で投資家から金銭を、まあ、お金をまあいただくような感じで、ね、まあ、金銭の払い込みがあると。でこれとこの矢印の流れと逆にしてるのが自己株式の取得なんですよ。だから後で説明しますけれども、自己株式というものを、まあ、今保有してるね、保有してるということで、以前に発行した株式を再取得してこれを保有していると、持っているというね、持っているのが自己株式なんですね。だから全くこれと逆の取引をしているということです。要するに新株を発行するということと自己株式を取得しているということは、全く取引としては逆の取引をしているという認識なんですね。ちょっと覚えておいてください。自己株式を取得する。でちょっとその下なんですが、自己株式処分差額ということで、ちょっと処分ですね、処分の話になっちゃいますが、自己株式処分差額ということで、まあ、例えば後から売却するってこともできるわけです。自分の会社の株ですね、自分の会社の株を後から売却するということもできます。でまあ、自己株式処分の差額が、ね、売却した時の処分差額、売却した時のまあ処分差額みたいなことですね。でこの辺は自己株式に関する会計基準があるので、この会計基準の第4項になりますかね、4番目ということで、これ会計基準からのまあ抜粋のような感じです。で、自己株式処分差額とはということで、これ定義なんでなるべく正確に覚えてほしいんですね。自己株式処分差額とは、自己株式の処分の対価から自己株式の、帳簿価格を控除した額を言うということで、処分、例えば売却したと、
売却処分ということで自己株式を売却して処分したその対価から自己株式の帳簿価額を控除した金額を言うんだと、まあ、差額ですね、まあ、結局差額になります。でこの処分差額というものについて言うと差益、その下ね、処分差益になる部分と処分差損、2つの可能性が出てきます。でちょっとその下が処分差益という時は自己株式の処分差額ですね。この上で説明したその処分の対価から帳簿価格を引いた、まあ、控除した金額、要するにこの2つの差額なんですね。処分の対価と帳簿上の金額、帳簿価格、この差額、まあ、控除した金額、これが差額なんですが、これを差益というふうに考える時は差額が正の値になった場合なんです。正の値になった時が、の当該差額を処分差益というと、例えば自己株式の処分差益という場合なんですが、当社は自己株式を1億円で買ってきて、その後1億2000万円で売却した、まあ、売却処分と、売却処分をしたみたいなね。そうすると買ってきた段階では1億円で購入してますんで、自己株式は1億円というふうに、まあ、評価されます。でちなみにですね、この買ってきた段階、自分の会社の株を買ってきた段階では自己株式は取得原価で1億円というふうに表示をする、まあ、計上することになるんですが、計上場所ですね、計上場所、計上場所はいいですか、資産じゃないんですよ。貸借対照表、貸借対照表の純資産のところで、もっと言うと純資産の株主資本というところから控除する形、控除する形で表示することになりますからね。ですか、控除する形、控除する形で表示をすると。まあそういう形ね。で、今回はそれを売却したとき、売却処分ね。で、売却したら1億2000万円で売却したということになると、1億円で買ってきたものを1億2000万円で売却した。だから差額の2000万円、これが正の値になるということで、2000万円だけ、まあ、正の値になりますよ。ということになる。で、これが処分差益になる。で、いいですか、間違えちゃダメですよ。自己株式処分差益、処分差益。まあ、今回2000万円です。1億円と1億2000万円、この差額が正になってますね。この差額が正になってるんで、まあ、処分差益ですね。で、この処分差益はですか、損益計算書には絶対計上されないんですよ。いいですか、これ過去に東連で出した、損益計算書とか書いてる人いますが、ダメですよ。ダメですよ、いいですか。損益計算書には計上できません。いいですか、自分の会社の株ですよ。自分の会社の株を売って儲けようっていうのはダメです。そういう考え方はダメですからね。自分の会社の株ですから、自分の会社の株を売って儲ける、ダメです。それはダメですよ、絶対ダメですからね。自分の会社の株、自己株式を1億円で買ったものを1億2000万円で後日売却した、差額が正の値になるということで、2000万円正の値だね、正の値になりますよということで、これは自己株式処分差益ということになるんですが、これは損益計算書 PL に計上するものではなく、貸借対照表、貸借対照表の、まあ、純資産の中のその他資本剰余金という項目がある。そこの中に計上していくということになるので。ですか、そこは絶対間違えないでくださいね。ですか、損益計算書ではないです。損益計算書ではなくて、損益計算書ではなくて、貸借対照表です。貸借対照表のその他資本剰余金の中に自己株式処分差益というふうに2000万円というふうに計上しておいてくださいねということね、はい、でちょっと次のページで、で、まあ、まあ反対にというか、自己株式今度処分差損ですね。差損というのはさっきと反対で正ではなくて負の値になっちゃってますよと、差額がね、差額が負の値になって、負の値になっているときに、まあ、処分差損ということになるんですね、はい、
で、ちょっと具体例を使って説明すると、例えばうちの会社当社が自己株式をまず1億円で購入してきた。で、買ってきた時は1億円で買ってきたんで取得原価です。自己株式1億円ということで、1億円で買ってきたんで自己株式は取得原価は1億円ですけど、1億円ということで、これはさっき言ったように純資産の分の株主資本から控除するという形式で表示をしていきます。まあ、ここまで一緒なんですが、これを売却した時、今回は、まあ、9000万円ですね、9000万円で売却した。だから1億円で買ってきた、まあ、自分の会社の株を後日9000万円で売却をしたということになるので、差額の1000万円は、ね、売却して1000万円ですね、まあ、損をするということになっちゃうんですが、自己株式処分差損ということになるんですね。で、処分差損ということになるんですが、処分差損ですね。ただこれも損益計算書じゃないんですよ。ですから損益計算書は通しません。損益計算書ではなくて貸借対照表、貸借対照表の、まあ、純資産の中の、まあ、その他資本剰余金という項目があるので、そこから控除する形で表示をしておいてくださいねということになります。まあ、控除しますよっていうことね。はい、そんな感じです。ですからあくまでもこの自己株式処分差益とか処分差損ですね、どっちもそうなんですが、処分差益処分差損どちらもそうなんですけど、結局その他資本剰余金の、まあ、増減項目ね、そこにその他資本剰余金に足したり引いたりすると、まあ、いうことですね。とりあえずそこまで覚えておいてください。自己株式処分差益処分差損ですね、はい、でそれからその下7番目ですね、はい、第、まあ、7項ですかね、会計基準の7番目第7項なんですが、取得した自己株式は取得原価をもって純資産の分の株主資本から控除する、まあ、全部覚えちゃってもいいんですが、ちょっとここだけ太字にしておいたんですが、覚えておいてください。取得した自己株式というのは取得原価をもって純資産の分の株主資本から控除するですか。株主資本から控除する、取得原価ですよ、取得原価。だからちょっと上に戻っていただいて、ここを説明しているんですが、例えば1億円で自己株式を取得してきたということになれば、この取得原価が1億円だから1億円で純資産の分の株主資本から控除しなさいねって言ってるわけだね。でちょっと下がっていただいて、8番目ということで、期末にそのまま自己株式を持っている、自己株式を持っている場合には、純資産の分の株主の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示をするんだと。ということで、要するに何回か自己株式を取得しちゃうケースもあるんですね。何回かに分けて、例えば、今年1年間ですね、今年1年間で例えば、2回ですね、2回に分けて自己株式を取得してきたと。で自己株式を取得してきたときは、まあ、一括して自分の会社の株式で、ね、自己株式を一括して株主資本の、まあ、末尾一番最後のところに控除する形式で表示をしておいてくださいっていうことね、まあ、そういう感じになります。はい、であとは、9番ね、これは上のところでも説明しました。自己株式の処分差益はその他資本剰余金に計上する。差損はその他資本剰余金から減額する。要するにその他資本剰余金、これ貸借対照表ですね、貸借対照表にあるんですが、その他資本剰余金ね、でその、まあ、増減項目にする、こっちはですね、その他資本剰余金の方に、まあプラスプラスして足していけばいいし、差損の場合にはその他資本剰余金から引いて考えればいいと。あとちょっと11番なんですが、自己株式を焼却した場合ということで、焼却手続きが完了したときに焼却の対象となる自己株式の帳簿価格をその他資本剰余金から減額すると。
ということで、まあ、自己株式を焼却する、まあ、焼却というのは消滅させるということね。でこれはちょっと難しい、要するに簿記をやらないとちょっと難しいかなと思うんですが、焼却まではちょっとやんなくてもいいかもしれませんが、まあ、自己株式をもう消滅させてしまうということなんですけどね。例えば1億円で買ってきた自分の会社の株ですね、後日焼却をして焼却をするということで、まあ、消滅させてしまうということなんですが、買ってきた時は自己株式を1億円で買ってきた、取得原価が1億円で純資産どもの株主損から控除するということで、例えば、まあ何でもいいんですが現金ですね、現金で自分の会社の株を購入してきたということで、まあ、ちょっと簿記の話になっちゃうんですが、借り方貸し方っていう言い方をするんですが、借り方の方、左の方の方を、まあ、借り方っていうんですけど、まあ、自己株式が左の方に来るわけですね。で右の貸し方の方が現預金ですね、現金預金で1億円と、まあ、こういう仕分けをやったりします。でこの左で、まあ、借り方というんですが、この左の方に計上されているこの左のこの自己株式、これを、まあ、1億円でね、取得円が1億円なんで、でこれをですね、貸借対照表に計上する、貸借対照表に計上するときは、まあ、純資産の分の株主用のところから、まあ、控除するという形で表示をするということね。でこれを、まあ、後日ですね、後日焼却をするということになるわけですね。でそうするとその他資本剰余金から1億円を減額させる、つまり焼却をするということはこの自己株式1億円ですね、これを なくなっちゃうんですよ、自己株式がなくなる。だから左っていう言い方しますが、まあ、正確には借り方って左の、ね、借り方なんですが、これを今度は反対の貸し方の方に持ってくるんですね。でこれで、まあ、左と右で、まあまあ、貸借なんて言ったんですが、貸借で相殺させてこれでなくなるんですよ。一旦買ってきた段階、自己株式を買ってきた時は左の方の借り方の方に自己株式って書いておいて、それを後日焼却した時は今度逆、まあ、逆サイドに振ってきて、この右の方の貸し方のように持ってきて、自己株式1億円でこれでお互いでこうピッピッと消されてなくなっちゃいますよみたいなことですね。でこの時に右の方に貸し方の方に自己株式がなくなってしまったので、左から右の方に借り方から貸し方の方に持ってきて自己株式をなくすわけです。と同時に、左の方にこれその他資本剰余金ということで同じ1億円を計上すると、これはただ減額させるということで、その他資本剰余金の方から1億円を減額させるという形になってしまうということね。まあ、そういう処理なんですけども、ただこれちょっと簿記をやらないとこの会計処理っていうのはちょっと難しいかなと思うんで、あの焼却まではちょっと理解できなくても仕方ないかなっていう感じがします。まあ、焼却ですね、焼却をした時はこの買ってきた自己株式借り方ね、買ってきた段階では借り方の方に計上して、焼却するときは逆に右の方に持ってきて自己株式これでピッピッとこう、お互い、まあ、相殺されて消されちゃいますよということで、これでなくなっちゃうんですね。と同時にこの左の借り方の方にその他資本剰余金で1億円でやって、これその他資本剰余金から1億円を減額させるみたいなことになっちゃうんですね。まあ、そんな感じです。はい、で、ちょっと次ですかね。はい、で、まあ、先ほどの第10番目と11番目、まあ、第10項と11項ですね、 10番目と11番目、ごめんなさい、ちょっとあまり強調しなかったかもしれませんが、ちょっと前のページですかね、ここのことです。あの10番目と11番目ということで、処分債権ですね、処分差損、ごめんなさい、処分差損ですね。でその他資本剰余金の残高が負となった場合にはということで、ごめんなさい、もう一回ちょっと映しますけどね、第10項目ということで、まあ、処分差損ですね、第10項目、この10というのは第10項って読むんですけどね、会計基準、会計基準の10番目、会計基準の10番目に書いてあるということで、自己株式ね、自己株式に関する会計基準があって、その10番目に書いてある10項目と、自己株式処分差損と、処分差損ですね。でですね、要するに10項目と、まあ、自己株式処分差損なんですが、処分差損なんかの場合には
場合にはその他資本剰余金から減額させるんですよ。まあ、11項も減額させるって、まあ、償却なんかもそうなんですね。要するに第10項も11項も結局 どっちもそうなんですが、その他資本剰余金から減額させるような手続きになっちゃいます。その他資本剰余金を減額させる。で、減額させるんですけれども、まあ、単純に減らせばいいってものではなくて、減額させた結果、その他資本剰余金が単純に考えるとマイナスになっちゃったらどうなるんですかと。例えば、その他資本剰余金がもともと1000万しかなくて、1000万。もともとその他資本剰余金が1000万円で、その処分差損ですね、第10項ということで、処分差損が1500万だとすると、1000万から1500万を引かなきゃいけないので、ほんとマイナス500万円みたいな形になっちゃうんですよ。だからその他資本剰余金の残高が単純に考えるとマイナスの値になっちゃうことがあります。場合によってはその他資本剰余金がもともと少なくて、もともとその他資本剰余金が少なくて、その他資本剰余金から、まあ、10項も11項もどっちもそうなんですが、その他資本剰余金から減額させるという手続きになっちゃうので、そうすると減額させた結果として単純に計算するとマイナスになっちゃうことがあるので、マイナスになっちゃった時はどうするんですかということで、その他資本剰余金、これをゼロ。だから、マイナス何百万円ってのはやっぱりおかしいです。マイナス何百万円ですね。さすがにその表示の仕方おかしいですから、例えば、マイナス500万円とか、そういう表示の仕方おかしいので、もし、単純に計算してマイナスになっちゃったときは、その他資本剰余金をゼロとしておいて、残りのマイナスの部分は、その他利益剰余金の中の、ま、もっと細かく言うと繰越利益剰余金というのがあるんですね。その他利益剰余金の中の項目である繰越利益剰余金からこの減額しきれなかった部分は引いといてくださいねということになるわけです。ということで、この、この10番目ね、第10項11項ね、 10番目と11番目、これに関して言うと、その他資本剰余金から減額させるという手続き、その他資本剰余金から減額させますので、減額させた結果マイナスになっちゃうとちょっと具合が悪いですね。だからマイナスになっちゃった時はマイナスっていうふうに表示をするんじゃなくて、その他資本剰余金はまあゼロにしておいて、マイナス、その引ききれなかった部分に関して、その当該分のマイナスになっちゃってる部分は、その他利益剰余金の中の繰越利益剰余金という項目があるんで、まあ、結局この繰越利益剰余金の方から引いといてくださいねということになるわけですね。はい、あと第14項ですけど、14番目ということは第14項ですね、自己株式の取得処分及び昇格に関する付随費用は損益計算書の営業外費用に計上する。で、これちょっと後半ですね、説明していきたいと思うんですが、取得、処分、償却ですね。まず、自己株式を買ってきた。で、売っちゃった。で、消滅させたみたいなことです。まず、自己株式を買ってくる。買ってくる。で、売っちゃった。消えちゃった、まあ、消滅させるという、ね、消滅させるということで、まあまあ、消えちゃった、なくなっちゃったみたいなね、まあ、いろんな、まあ、取引というものがあります。取得したり売却処分をしたり消滅させるという、焼却に関して付随費用がかかる。例えば手数料とかね、手数料なんかでは付随費用がかかっちゃうことがあるので、付随費用については我が国ではですか、海外では違いますよ、海外では違うんですが、我が国では損益計算書の営業外費用なんだという扱いなんですよ。営業外費用ですね、はい、そこはちょっとまた後で、論点として出てくるんで覚えておいてください、はい。で、あとは30項目、ちょっと番号飛ぶんですが、30項目ということは第30項ね、30番目で、自己株式についてはそもそも、まあ、かねてよりということで、自己株式の、まあ、会計的な性格なんですね。会計的な性格なんですけれども、自己株式っていうのは、私が大学生の頃は資産って言われたんですよ。昔は
私が大学生、もう何十年も前ですね、もう何十年も前ですが、私が大学生の頃は自己株式っていうのは資産というふうに先生から教わったんですね。で、今は違います。今は純資産ね、まあ、特に株主をね、株主をのところから控除するっていう形なんですが、自己株式については私が大学生の頃は資産として扱うと考えたんですね。で、今の制度は違います。今の制度でいうと資本から控除するということで、株主をね、株主をから控除するっていうふうに全然考え方変わっちゃったんですが、で、私が大学生の頃は自己株式、それは資産だというふうに教わってきました。で、なんで資産なんですかということなんですが、これは昔の考え方なんですが、自己株式として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式が失効しておらず、他の有価証券と同様に換金性、まあ換金価値って言ってもいいと思うんですが、換金性、換金価値のある会社財産と見られることを主な論拠とする。ここは覚えておいていただきたいですか。自己株式は資産です。なぜですか。それは他の有価証券と同様に換金性のある会社財産、要するに自己株式も後日誰かに売るってことはできますね。だったら資産じゃないですかっていう、そういうまあ考え方なんですよ。ですから他の有価証券と同じように後日誰かに売るってことができるわけですね。だったらこれ会社にとっては紛れもなくこれは財産なんじゃないんですか。だから自己株式は資産だというふうに私たちが大学生の頃はそうやって教わってきたんですね。ところが今の制度こっちになっちゃったんですよ。現行の制度はまたということで資本の控除として扱う。今の制度はこっちです。で、これどういうことかというと形式面を重視しているって言われているんですが、自己株式を取得するということは先ほどちょっと触れたかなと思うんですが、株主との間の資本取引であり、会社所有者に対する会社財産の払い戻し的性格を持つ。つまり新株を発行するのと自己株式を取得するっていうのは完全に裏表の取引をしているっていう見方なんですよ。ですからまあ皆さんモニター見てるだけで結構なんですが、自己株式を取得するということは今の考え、今の制度上はこういう考え方をとっていて、新株を発行した時株を発行して金銭を払い込む、これと全く逆の取引をやってるのが自己株式の取得であって、自分の会社の取得を自分の会社の株を取得してお金を払ってる。だったら株式を発行してお金の払い込みを受ける、ね、これで会社の、まあ、資本金、会社の資本金で増えるんですね。で、それと逆の取引をやってるんだから、自分の会社の株を買ってきてお金を払うということは株式の発行と全く逆の取引をしているというだけことをやっているので、払い込みの、ね、逆株式に、株投資家から金銭の払い込みを受けるんですが、それと逆の取引をするわけだから払い戻しをしているという考え方なんですよ。だから自己株式を買ってきてお金を払います、会社の財産を払い戻すというやり方ですね。で、それが今の考え方なんです。だから現代の制度上は資本の控除として扱う考え方を採用していて、自己株式の取得というのは株主との間の資本取引であり、会社所有者に対する会社の財産の払い戻しなんだと。要するに新株を発行するということと真逆の取引をしているっていう認識なんですね。だから会社の財産を払い戻しているだろうっていうことになります。この自己株式の会計的な性格っていうものを捉えるときに、私が大学生の頃のように資産として見るのか、それとも現代のように資本の控除、資本の払い戻し、まあ、会社財産の払い戻しとして資本から控除する項目として扱うのか、どっちで扱うのかということで、まあ、制度上はこちらです。資本の控除ね、制度上はこちらなんですけどね、一応2つの説がありますので、これは覚えておいてください。
で、あとこれちょっとさっき出てきたんですが、37項目ですかね、第37項になりますが、まず自己株式の処分再起で最低ですね、最低ここを覚えておいて、資本剰余金、特にその他資本剰余金に計上する、資本剰余金の中の処分再起ですね、処分再起ということで、処分再起は資本剰余金でもまあまあいいですけどね、資本剰余金の中のその他資本剰余金の方に計上すると。まず制度上の扱いは正確に覚えてください。自己株式処分再起ですね、処分再起については資本剰余金の中のその他資本剰余金のところに計上する。で、まあ、もしさらに深掘りされちゃったらですね、自己株式の処分が新株の発行と、同様の経済的実態を有する点を考慮すると、その処分差額も株主からの払い込み資本と同様の経済的実態を有すると考え、よってそれを資本剰余金として会計処理することが適切であると考えられている。ちょっとこれ難しいんですが、自己株式を処分したと、まあ処分ね、処分したということで、自己株式、自分の会社の株を例えば売却処分するみたいな形ということは、取引を考えてみると、投資家から自分の会社の株を買ってきて、それをまた再び後日ですね、売却処分するみたいな形です。そうすると売却処分をするので、自分の会社の株を売ってまた金銭をいただくという、この取引ということは、これは何をしているかといえばちょっと上に戻っちゃいますが、結局のところ、まあ、新株の発行と同じようなことをやってるんでしょう。要するに株式を発行してお金を払い込まれてるみたいなことで、まあ、自己株式を、後日ですね、後日処分をするという、この取引自体は結局のところ、取引の形態を考えると、自己株式をまた誰かに売っちゃって、また金銭の払い込み、金銭を受け取るということは、これは、まあ、新株の発行と同じ、要するに株式を発行しているのと同じような、大体同じような取引として考えていいんじゃないか。で、この取引で差額が出るんですよ。要するに、自己株式をいくらで売却して、金銭の払い込みを受けた、この差額、特に金銭の払い込みの方が多かった分、この自己株式の金額よりね。帳簿上の金額よりも金銭の払い込みの方が多かったら処分再起になるんですが、でこれはこの金銭の払い込みの方が多かった、例えば100の自己株式を、売却して120の金銭の払い込みを受けるみたいなことでね、と処分再起になるわけだね。でこの処分差額というのは、やっぱり株主からの払い込み資本と同じような経済的な実態を有すると考えた方がいいので、結局この処分差益という、処分差益についてはその他資本剰余金として考えた方がいい。だからなんでこれ利益にならないんですかって、やっぱりそういう疑問を感じちゃう人がいると思うんですね。なんで先生これ処分差益、差益でね、差益って言葉がついてるのに、なんで会社にとって利益にならないんですかということで疑問に思ってる人いるかもしれませんが、会社にとっては利益にはならない、なんで利益にならないんですかということで、これは結局のところこういう取引をしているわけだから、その処分差益で、ね、処分差益については新株の発行と同じような経済的な実態を有する、この点を強調しておきたいと。とするとその処分差益ですね、処分差益についても新株の発行と同じような取引をしているわけだから、処分差益については利益とするのは良くない、会社にとって利益ですね、利益とするのは良くないだろうと、利益ではなくて資本の方に、資本剰余金というね、もっと具体的に言うとその他資本剰余金なんですが、その他資本剰余金の方に計上しておいた方がいいでしょうということですね。はい、まあ、そんな感じです。では、ちょっとそろそろ時間が来ちゃいますね。はい、でこれは処分再起のケースですね、処分再起ということになりますんでね。で前半はここまでになります。で後半はですね、次のページ、今度は処分差損ですね、処分差損についてもちょっと、詳しく見ていきたいと思いますね。で今回問題の2番は自己株式になりますので、一通り講義を聞いた後に、まあ、解いていただいても構いません。ただ一応流れとしては、次10分休憩挟んで、1時間の討論と なっていますけどね、この辺の時間の使い方っていうのは、お任せしたいと思いますね。
とりあえずまず一旦10分休憩を挟んで、まあ、一応流れとしては次問題2番の答例の方に移っていただきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと一旦ここで前半終了ということでブレイクタイム、10分ほどの休憩ね、10分の休憩に入りたいと思います。